緒に学校行こうよ。私は珍しく朝早く目が覚めたから海に挨拶してきたところなんだ。私たちこれからスクールアイドルになります。見守っていてくださいってね。小さな学校でスクールアイドルをやって私たちの活動をたくさんの人に見てもらえるかどうかはわからないけど、やってみないとわかんないし、とりあえず頑張るぞって思ってます。やってみて失敗だったら、どうしよう。海に慰めてもらおうかな。ってそんな消極的なこと言ったらいけないよね。やるからには成功したいけど、どうしたらいいのかまだわからないことが多くて、実はちょっとだけ焦ってます。だからあなたに大丈夫だよって応援してもらえたら、とってもとっても